バーチャル YouTuber のゴリラです。皆さん気になりますよね。ゴリラが夏休みに何をしているのか、その疑問にお答えいたしましょう。バーチャルゴリラ、今回の夏休み、まあ夏休みといっても8月1日からなんですが、ちょっと活動頻度を増やしたいと思います。今までちょっとね、なかなか思うように活動できていなかったんですが、夏休みということでこうやってね宣言して、自分の体に鞭を打って、そうサーカスのゴリラのように自分の体に鞭を打って活動頻度を増やしていきたいなと思っております。具体的にはですね、毎日投稿とかも考えたんですが、毎日投稿はさすがに無理だなということで、週3、まあ、月曜水曜金曜で動画を投稿していこうかなと考えております。もし動画投稿できなかった場合どうしましょうね。何かしらのあれを考えておきます。そしてですね、夏休みこれだけではありません。イベントがいくつか決まっておりまして、そのイベントの告知をさせていただきます。はい、まず8月10日、8月11日、2日間ですね、下北沢の北沢タウンホールという会場で、音楽的特異点という音楽イベント、まあライブイベントが行われますということで、そこでねゴリラも歌を歌わせていただけるということで、ぜひ皆様に来ていただきたいですね。豪華な VTuber さんが勢ぞろいしておりますので、気になった方はチケットを購入していただいて見に来ていただければと思います。詳細は概要欄とかに貼りたいと思います。そして続きまして、まあその次の日なんですが、8月12日月曜日、 V アニというイベントに出演させていただきます。はい、こちらですね、会場はクラスターさんということで、歌うよメゾンドゴリラでね前回ライブさせていただいたんですが、 VR の会場ですので全国どこからでも参加することができます。はい、こちらの V アニというイベントなんですが、8月18日にライブパートがございまして、そのライブパートまでの8月12日から8月17日の間、毎日イベントパートとして日替わりでクラスターさんの特設会場に VTuber が来てイベントを盛り上げるという感じなんですが、これなんと参加が無料です。そしてなんとゴリラはそのトップバッター、8月12日月曜日にその会場でイベントを盛り上げたいと思います。イベントの盛り上げといっても何をするのという感じですが、会場にですね、何やらおみくじだとか射的だとか、いろんなギミックというかコンテンツがあるらしいので、それをみんなで一緒にやろうという感じですね。そしてね、それだけではなく、その会場でね、まあストリートライブといいますか、ライブのようなものを、まあアコギの弾き語りとかでできたらなと思っておりまして、準備を進めております。なのでぜひゴリラの歌が聴きたいという方は、こちらの VNE クラスターさんの無料会場にお越しいただければと思いますね。あとこれはちょっとまだ小声でしか言えないんですが、無料のイベントパートをゴリラ一人で盛り上げるのはちょっと心もとないかなということで、シークレットゲストお呼びできるように手配しております。皆様お楽しみに。はい、というわけでゴリラの夏休みこんな感じですかね。まあ月水金で動画投稿して、土日とかに生放送できれば一番いいかなと思っております。というわけで今年の夏休み目いっぱい楽しみましょう。ゴリラの動画楽しみにしていただけるとありがたいです。はい、それではバーチャルゴリラでした。さよなら。